アクフルーさんですあ、意気込みを楽しみます、いいですね来てください、ありがとうございましたさあ、あの第一回大会完全制覇を成し遂げた男が第二回大会以来の復帰となりますこの男が魔女に帰ってまいりましたアクフル 最終絶点は55番さあ出てまいりましたまずはパスルグライダーここはシンプルにここは攻略していく一本橋さあこのエスカルゴも悪く初めてです初めてのエスカルゴ第2回以来の参加なのでここは未経験のエリアですが1回転目か2回転目安定そして3回転目も クリアしていきました。さあ、初の体験。エスカルゴも攻略。そして、ここはもちろん初めてです。新エリアのツインダイヤ。さあ、まずは飛び乗って、そして、さあ、2個目も飛び乗って、そして着地までこなしていく。さあ、完全制覇者、このジャンプダングル、しっかり安定した掴み、見せていきます。さあ、制限時間残り45秒。 クレジーボールですここは一旦呼吸を整えてさあ一発攻略していくさあジャイアントスイングここも未経験しかしながら安定したクリアを見せていきますネットを転がり落ちてそして25秒を残している時間は余裕がある状態しかしながらここは気をつけていったいしそしてハート進化飛び乗って 上がってさああとはここを上がるだけクリアしました7.6秒最終絶点アクフルもクリアしてこれで最後4人連続のクリア6人のクリア者ということになりましたファーストステージアクフルがクリア完全制覇者がしっかりとファーストステージを締め合りました 第2回以来の、えー、参加そのブランクを感じさせない見事なクリアを見せました6人目のクリア者ハートシンカー登っていくハートシンカーも未経験しかしながらそれでも 簡単に登っていきます久々の参加しかしながらクリアこれで六人がクリアということになりましたさあ現在クリア者は三人最後の挑戦者です四人目となれるかどうかあー来る さあ始まりまましたまずはスライムピストンさあここはしっかりと耐えてその後のバナーグライダー着地このセカンドステージも未経験しかしながらここは経験値がありますこのリバースサーモンなら超えていってそしてアンセーブルブリッジここまでは経験したことありますあーっと危ないさあちょっと危なかった サークルもまさかのリタイアかというところでしたがなんとか耐えましたそしてあっという間のスパイラーを越えてその後のこのデルタブリッジ攻略そして15秒さああとは落ち着いていってほしいところですがさあ2枚目でちょっと稽古本が鳴り響く中さあラスト冷静に越えていきました4.8秒残して セカンドステージクリア4人目のクリア者となりました最終絶ンアクフルはしっかりとクリアしていきました4人目のクリア者アクフルとなりましたサードステージ2回目の攻略に向けて大きく 前進するセカンドステージクリアとなりました <laughs> パススルーボールここも3枚目警告音が鳴る中でしたが冷静でしたしっかりと攻略して4人目のクリア者お見事 <coughs> さあすでに青色がファイナルステージ進出を決めましたそのファイナルステージに6大会前進出し完全制覇した男が今大会サードステージに帰ってまいりましたあっるさあ初代完全制覇者青色に続けるかさあスタート 青色はサードステージ進出を決めてすでに決めております。あ、来るがその流れに続いていけるか第1回以来のファイナルステージ進出を決めるかさあ、ここの第1位で非常に速いテンポで進めて64.3秒さあ、ボディーブロップです。 空白部分が増えております。ボディープロップ。しっかりとこのインターバルで。集中力を高めたい。さあ、スタート。一個目。二個目。 3個目この広い区画、四個4攻略してまいりましたあこ来るお見事そして新エリアですアームバイクここでいかに時間を短縮できるか もちろん初めての体験さあすでにスタンバっておりますさあ一個ずつまずは確かめるように前進していくさああとちょっとさあ行きました来ましたクレイジークリフハンガー 第2回あの時以来のクレイジークリファンガーへの挑戦第2回はクレイジークリファンガーで敗れましたアクフル久々のサードステージ久々のクレイジークリファンガー91秒分の腕力を残してさあスタートまずは上がりとって これ、少し時間を使ってしっかり上がりを攻略していきたいというさあ,いあ来るまずは上がるそして下り冷静に下ってあーっとなんとなんとは来る下りでリタイア完全制覇者 お待ち受けていたのは飛び移りではなく下り突起あくるなんと下り突起きに会えてしまった最終絶景青色に続くことはできませんでした時間をつ 使ってまずは上がり突起を攻略そして下り突起ここも攻略していくかと思われたんですがなんとアクフル下り突起に沈みましたこれで最終絶景アクフルもリタイヤ最後は青色に完全制覇の可能性が全て託されたということになりました